東京六大学野球春季リーグ戦は第7週を終え、総計戦を残すのみとなった。優勝争いは総明両校に絞られたが、ここまでの7週の間、第1試合の両軍30分ずつの打撃練習の時間に選手の取材をしていると意外と面白い話が聞けたりする。そんな話を集めてみました。トラウトよりすごい。 命大の外野手として頑張っている瀬3年イコール天理。先日、4番の横山、4年イコール作新学院。がヒーローとなり記者会見で高校時代に佐々木朗希、大船と、ロッテ、カラフェンス直撃の二塁打を放ったということが話題になった。その話を聞いた瀬は待ってましたとばかり話し始めた。 僕高校時代、秋の神宮大会で高橋宏人投手、中京大中京、中日、から2本塁出してますからトムネを張った。記録を調べると一本塁打だが、もう一本はポールの上を通過して間違いなく本塁打なのにファウルにされちゃったんですと今でも悔しそう。高橋宏は昨年の WBC に最年少で選出され高騰。 エンゼルスの主砲トラウトからも三振を奪った。そこで背はそうなんです。トラウトも三振する投手から本塁打。結果、僕の方がトラウトより上ってことでと締めた。これを横で聞いていた宗山主将、4年イコール高慮、も思わず大笑い。島岡吉郎元監督の口癖、なんとかせ。おもじって、なんとかせ。 と激励を受けている男、レギュラー目指して頑張ってください。赤門系ラーメン、倒立戦前、東大のエース平田、4年イコール都立西、と立大の平野、4年イコール春日が、が記念撮影。仲がいいの、と聞くと平田は、平野と就活一緒だったんですと説明してくれた。 すでに内定をもらっている選手もいれば就活に忙しい選手も多い。平田もまだ内定は出ておらず、授業や神宮での登板、就活と超多忙。そこに投手と外野手も兼ねる二刀流、鈴木、4年イコール国立、がやってきた。まだ内定の出ていない鈴木と顔を合わせると思わず。 もし2人とも就活失敗したら2人でラーメン店をやろうかと思ってるんですと仰天のプランを明かした。ラーメン好きらしく鈴木も笑いながらそうだなと同意。もし実現すれば横浜家系ならぬ赤門系ラーメンが誕生するかも。東大は春の全日程を終了。就活に全力投球してください。 タイトルは誰の手に、首位打者は壮大の尾瀬、3年イコール提供、の、474を筆頭に山形、4年イコール総大学院、院で、同イコール中京大中京、と壮大勢がベスト3に並びこの中から誕生する可能性が高い。最優秀防御率は3人の争い、明大、高須、 三年イコール静岡が規定投球回数、試合数× 2ぴったりの26回を投げ1、38でトップ。総計戦を残す総大、伊藤達樹三年イコール仙台育英、が1 57、京大、ま丸、同イコール前橋育英、が1 69と僅差で追う展開だ。 残念だったのが放題のエースしのき、4年イコール木更津総合。乗り焼き1回戦前まで1位により高須が規定投球回に達して1位タイ。同2回戦で9円し1イニングを投げ再び単独トップに立った。50イニング以上投げてきた自負もあり僕は明治の背の高い選手、高須イコール1メートル92の場合、の倍。 イニングを投げてるんですよバイですすよだから負けたくないなぁと言っていたが同3回戦で高須が1回を投げて003差で2位に落ちて終了したこの試合同点で後半に入り篠木はブルペンで準備延長戦も考え待機していたところが明大が8回裏に2点を勝ち越しまってましたと高須が登板 しのきは投げる機会なく試合終了を迎えた。試合後、ゆっくり休みますとだけ話して神宮を去った。しのぎ同様、最優秀防御率争いの常連、とまるも昨年秋、初タイトルに手が届きそうだった。ところが乗り焼き3回戦に休援した明大、マ田 JFE 東日本、が2回を抑えて規定投球回数に達し1位に踊り出た。 今季も高須が最終戦で到達してトップに、2期連続で明大投手にタイトルを渡したくないとの思いは強いはず。総形戦で止まるが意地の投球を見せるのか、十分逆転可能な伊藤達期が完全 V とタイトルの2冠となるのか、優勝争いと共に防御率争いも見もの、6月1日、神宮球場に集合しよう。